ちょい、超大盛りラーメン、総重量 4.5kg。 はい、お願いしたことあるんですよ。あ、そうなんですか。タイパウダーめっちゃタイパウダーを使っちゃって、店長の笑顔見る？ミント用黄金どんぶりでいただく男の混ぜ麺。ツイッターするよ、店長。あ、ハニーがーって書いてる。どうした？私が気に入って、うん、水が効いてすごい恥ずかしい、恥ずかしいこと言いそうな、麺が重くて持てない。うん、ね、でしょ、うん、男の濃厚魚介そば。うまい、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 あ、そっちの方がでかい、むちゃでかい。タク邪魔、タクさん邪魔、タク邪魔って。タク、どいたのに。そこに詰まった意味ないっしょ。大したこの量じゃないっすね。店長、今仕事みたいな顔してるよ。一回食ってもええわよ。スープが入りきらないので、別皿です。いやー、うまい。肉をどかせて野菜からいただきます。久しぶりに食べるから食べ方忘れちゃったよ。これきついな。すげえな。だんだん炒めされる。お父さんプランカーも私に抜けれてた。どうやろ、食べられへん。いいのに持ち上がらん。うわー、うわー、すごい。麺が固まって食べられません。混ぜ麺じゃない、ラーメン。多分重たいよ。あ、もうダメだ、持ち上がらも持ち上がりません。お味の方は、はい、伸びてます。あのプリプリした食感が失われてて とても残念です。けど美味しい。ユーチューブだよ、なんじゃん、ユーチューブだよ。あ、あれですか、食べてる。え、今日はいつ食べるんだ。大盛りご飯も注文されてます。だって人若いもんじゃない。大阪も何時ですね。先週も何時ですね。お父さん、はい、芋つけか、まあ、すいません。カンゾキアラさんが食うタイミングで食う。え、今の食べるの。ほんまに芋、あれですね、豚水になってますけど。え、私、フラちゃんが年いったんかと思って。いや、僕は年いってますよ。フラちゃんの若さがちょっとだん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 。いや、あのね、昔はやけどを腐さずずっと食べてたんですけど、そうそうそう、もうね、やけどする恐怖をさっきすごいゆっくりグー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 しながら食べてた。ラーメンさんの6種類ぐらい秒殺ですよね。ずっと全部食べてたのに、ちょっと氷は生き残りましたよね。まあね、同じ味がずっとのパターンがうちぐらいでしょ。他のラーメンさんっていろんな味食べ持ってるのあれやからね。いやいや、あのね、明日仕事があるからちょっとグローブの味がじゃあもう、フラちゃん持っちゃうんだったな。ほとんどダメっちゃったなと思ったけど、食べ物を甘ったらずっと続くんだよね。ベンチと同じ禁断のビップルーム、本邦初公開。見せて、見せる、見せてもその笑顔してよ。見せても見せてもちゃんと食べて、まだ食べ終わった時に声かけてください。